次はファンさん。レクレブ。そうですね、ヨーヨーメーカーレクレブ レクレブ所の属で、中塚さん。そうです。中塚さん。まあ、ファンファンってみんなに呼ばれてそうて。ですね。お、いきなり。いきなり。さ、最初クイズボから、あ、違う、巻いて、で、また、あれですね、1.5マウントの形に、どうなってんだ、これ。お、いろいろやってきますね。今のリップコードのを飛ばしてきた感じですかね。さんこもれ？結構独特な技がそうですね。多くて、ちょくちょく、なんかインスタグラムで自分の動画をね、技を上げてたりとかするんですけど、僕的には、なんかこう、なんていうんだろう、こう、乗っけるじゃないですか。で、さっきみたいにさ、こう左手を動かして、で、なんか、ヨーヨーをダブルオンのマウントにするみたいな、なんかそういうね、動きが多いかなって印象ですけど。確かに。それは結構特徴じゃないかなと思います。さっきもやっぱりそういうふうにしてたし。あ、なんか人のこの、なんだろう、特徴付けじゃないけど、あ、この人の技だなっていうのが分かるのが、そう大です体ね。こう無意識か意識してるか分かんないけど、そういうところで出てくる。でいきます。ここから、あ、なんか飛ばそうとしてたんじゃないですかね。スラックがまだちょっクイとズ試ボっ行ぽい。錯誤。ああ、これは綺麗に飛ぶのか？どうなんですか？おお、巻いてきました。いろいろ可能性を回して探回しりつて。つ、どうしようかな。いろいろやってきますね。なんか、おお、スラップ通した。もう僕なんかは割とパッて決めて、入り方は決めちゃって、最初はね。でも、まあ、ここからどうしようみたいな感じだったんですけど、ファンさんはもう入り方からどうしようみたいな感じですね。入り方が決まると早いのか。ただその入り方もね、そうね、入り次に方、続けられるかどうかっていうところなんで、次に続かない入り方をこう、ね、そ延々とこやでっちずっゃうみとたいな。悩んでたりで、ね、す泥る沼と、にはまっちゃうみたいな感じだったら、難しいところなので、その辺こうはね、入り方の、なんだろう、印象で決めちゃうっていうか。まあその辺はやっぱりその個人のね、なんていうか気分っていうかセンスかなと思うんですけど、またその形から回してきましたね。こう一回回して、で、リップコード一歩手前のとこからこうスッくるんってこう持ってたりと、あ、またその形ですかね。かこっなりちい系ろいで落ろ、ち着きそう。どうなんですかね。まだちょっまだちと、ょっと悩んで。ただ、入いり、ろいろ最初の入りだけ試しといて、あ、続きそうだなって思ったら、そこからガーってやっていく。そうですね。あり。さあ、次はどんな入り方を、回してきて、リジェクションですね、今。ここからスラックっていうか糸を飛ばしてくるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、1.5マウントのやつを左手で取って、それを、まあ、右手に乗っけて、なんていうんですかね、後マウントですか、頭。形になるやつ、結構いろいろ考えてたっぽいですけど、今度は、今度はやっぱりその形が、かな、こここに、れが、一番スムーズにいきそうな。なんとかしたいんじゃって感じですかね。これ、点五から取っ点5て。から取って、点5から、巻いてみる。巻いてみる。そうですね。先はと、取って、で、そのままこっちから持ってくるだけそうだったんだけど、ですね。今度乗っは、けた時からこう内側に巻い巻いてみるて、けど、どうしようかっどうてする？感じ。確かにファンさんは回す動きもなんか多いかなっていう、確かに多いかなって印象なんで、まあ、手癖っていうか、こう、普段の自分のね、技の感じを今、がやっぱりこう、技作りに出てるなっていう感じもしますけど、結構入りそうですかね。ら
お、ここから、あ、これは、うん、グリーントライアングルみたいな、あのグリーン一歩手前ですね。ここ回してねじる、あ、そう、ねじれたところをやっぱりなんか使いたいんじゃないかなと思うんですけど、ねじってここから手だけ動かしてヨーヨーをこうまっすぐ、そうですね、糸が元状態にして、でも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 、でもまあね、そんな簡単に技できたらちょっと苦労しないから、ね、自分らでチャレンジやっといてなんなんですけど、これ、やっぱりこう回すか、うん、あのさっきのこの左手取って、うん、勝ってとこなんですけど、結構この形に落ち着きそうな感じはしますね、うん、で取ってからどうするか、そう、取ってから今乗せる場所をちょっと考えてますね、そうだね、うん、ただ今のは最初のはあのただのアトムマウントだったんですけど、うん、それをなんか他の糸もあるんで、それどこ乗っけようって今ちょっとやってますね、うん、大きく回してからその今別のところに乗せて、うん、あ、スラック、あ、これこれなんていうんですかね、この猫っぽい形です、ね、うん、よくある、たまにピクチャー作ってるとあの形になるなる、あ、そうですね、やっぱりこの入りでこの入りで固まってきて、さあどこに乗っけようって感じだと思うんですけど、この形だとなんだろう、この形で腕に巻いてるだけだから、うん、フッてこう、ここの糸外したら全部外れちゃう、そうです、発展するけど、なんだろう、納得いかない場合が多い、あ、うん、あ、はいはい、あの今度はアトムマウントじゃなくてもう一個手前の糸に乗っけて、うん、あの、まあ、このところはトラピーズになってたと思うんですけど、あのだから一回腕に巻いた状態で、うん、1.5 マウントのこのここに乗っけたやつですね、これ乗っけてやつ、うわ、飛ばすから、今度はリスト巻いてきたやつもやってますね、いろいろ、まあ、まだちょっといろいろやってますね、ここは、ね、あ、腕系に腕系にちょっと今度どっちかで悩んでいる、どっちかで悩んで、アトム系か腕系かで悩んで、お、ループしてきた、これはまだちょっとこっちのね、このリス、うん、腕周りの可能性をちょっと捨てきれないところですか ね、どっちが作りやすいかなっていうか、あのこれはこれでなんかできそうな、うん、多分感じも見えてると思うんですけど、アトムからだともう一ひねり二ひねりいるから、うん、ちょっと完成まで遠いといえば遠い、そうですね、でリスト系にするとまあ完成は近いけど結構その、うん、次のね、うん、発想がパッて出てこないと難しいんだと思うんですけど、さあ並行して、うん、さーてそろそろだいぶ時間もなくなってきましたが、ここでちょっと余ってしまいましたね、確かになんか 1個だけ決めてガーってこう泥沼にはまっていくよりかはもしかしたら並行してやっていった方が、まあそれはそれで一つね、うん、あの やり方としてはあると思うんです、ありかな、まあこね、今こっちが何もできないからじゃあ今度こっちやって、うん、やってみて、でまあ共通する動きがあったらつなげられたりもするだろう、うん、そうです、あ、でもやっぱりこのうん、これのこのリストを回すけど、ヨーヨーを一回こう腕回り回してきましたね、これで何かでもこれはこれで何かできそうな感じはやっぱりします、まあね、可能性は感じるんですけど、うん、なんか本人的にやっぱりちょっと、うん、次が見当たらなくていいって感じですよね、これは、なんかいいところでいきそうな感じはするんですけどね、うん、ちょっと新しい動きを模索、今度回す、やっぱりこの、うん、左手動かして腕を乗せるか、なんか腕にかけてみるとか、うん、いろいろやってみてますね、ただ時間がもう1分を切ってくる、だいぶ時間なくなってきちゃいましたが、これはまだちょっと新しい動きを模索して、あ、今度は左手側持ってきて、うん、左手側持っていけばなんかあの輪っかが、ね、できるから、飛ばして、飛ばして、たわんだのをこう、 うまいこと使ってて、そうですね、できる、お、お、親指で、そうですね、こうかけて、うん、あ、でもうまくかかんないようですね、かかんないね、
さてもう間もなく終了しますがそろそろさあ、あここで終了です。さてさてこれはどうなんだろうね、うん、2パターン、ね、2パターン並行してやっていくのはなんか新しい可能性は感じた。そう感じた、まあ、僕らはねちょっと、うん、そう1個にこだわりすぎてて、そうそうそう、もう泥沼に入って何とかするけしなきゃいけないけど、そうなんだよね、解決できないっていうのがあったから、もう一つ並行してやってで、まあ、どっちかをどっちかどっちかで進めてってってやっていくのも、まあそれはそれでね、ありっぽいです、ね、ありっぽい、ただまあ結局倍時間かかるそう、だからめちゃめちゃ大変なんですよね、それはそれで。なんだろうな、1分ごとに変えていって最終的に3分ぐらいであと最後まで、まあ、それできたら理想ですけど ただまあ僕的にはこの、ね、腕なんつ、左手を回してこうかけるやつ ね腕からの動きが多分そっちの方が、あれの方がなんか、うん、進めていった方がなんかできそうな感じはしたんじゃないかと思いますね。なるほどなるほど、これはでもやっぱり10分で朝作る、ね、10分で完成するの難しいね。でもなんかこう、うん、やっぱりこうプレイヤーごとにね、うん、ちょっと色があるし、ね、が見えてて、あのなんかこの動き面白いなっていうのはやっぱり見えますね、うんうん、あるね。だまあちょっとみんなちょっとね、だからもっと技、まあ、慣れてないだけで、うん、多分こう何回か繰り返していったらすごいみんなうまいこと10分の中で収まるんじゃないか、収まるかもしれないですよね。そうなったら相当面白いですけどね、うん、だから10分の中で攻略法ができるような気がしてきて、まあそういうことで、ね、今回あの、ね、中塚さんのねファンファンのチャレンジでした。ありがとうございました。